はいどうも、獣医師の尾吹です。今日のお題はですね、この前初めて、見た、パターンだったんですけど、キャベツをね、食べたトイプードルの、まあ、ちょっと年取った子かなが喉にキャベツ詰まらせて、ちょっと窒息寸前で来院されたっていうことのお話をしますね。で、まあ、この過去の動画でもですね、このチャンネルではその喉にね、物詰まらせちゃってとっても危険だから気をつけてねっていうようなお話をよくしてるんですけど、まあそれ何かっていうと、牛皮でできたガムですね。その牛皮でできたガムの端っこの結び目の部分を丸飲みして喉に詰まらせて窒息してしまうっていう事故が結構起きてるので注意してくださいっていうようなお話を、してるんですけど、今回は、トイプードルさん、年取ったトイプードルさんでキャベツで、まあ、キャベツもその葉っぱもう超葉っぱですごい柔らかいっていうところっていうよりは、ちょこっとこう芯が少し入ってるようなところでも、全部が芯ってわけじゃなくて、まあ葉っぱも部分もあって芯もあるような部分の、まあこれぐらいなんですけどね、写真出しますけど、これぐらいのものを、まあ大体普通、まあ私でも普通だったら飲み込めるかなっていうようなものを、まあ喉に詰まらせてしまって、ちょっと今回危ない状況だったんです。で、まあ多分いろんな要因が重なって今回喉に詰まっちゃったと思うんですけど、まあ一つは、まあ、年寄りさんだったんで、歯がね、まあ、ちょっとガタついてた。うん。なので、うまく噛めてなかったんだろうな、っていうようなことと、で、あとはそのキャベツも、まあ、それなりに芯の部分があったので、まあ、それでちょっと固めだった、っていうようなこと。で、あとは体格ですね。そのトイプードルさんの体格も結構小さめだったので、まあ、いろんな条件が重なって、まあ、結局そのキャベツが喉の、気道の上に塞がるような形で詰まってしまったというような状況だったんですね。で、まあ、これで言いたいのは、まあ、その子その子に合わせて飲み込めるかどうか、あるいはちゃんと噛んで食べてるかどうかっていうのを、しっかり、ね、物を与える前に飼い主さん自身がちゃんと確認してね、チェックしてからあげないと、なんか何も考えずにね、ポン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 いろんなもんあげてて、そうすると喉に詰まらせちゃうと、今回はね、この子、助かったんですけど、やっぱりこういう風にね、上部気道、喉のところに物詰まらせて、来院時にはもうすでになくなっちゃってるようなね、窒息死してしまってるようなパターンもないわけじゃないので、油断せずにね、ちゃんと飲み込めるのかどうかっていうところ、ちゃんと噛んで食べてるかどうかっていうのは、しっかり飼い主さんご自身ね、物を与える前にちゃんと考えてからあげてください。じゃないと怖いことになっちゃうんでね、そこだけ、まあ、ツイッターでもね、お話というかツイッターでもあげたんですけど、まあそこをしっかりね、飼い主の人はチェックしてもらえたらなというふうに思います。はい、そんなところですね。はい。で、まあ、今日なんでか、久々にこの青いね、外科帽子かっていうと、まあ、ちょっと、夜間終わってそのまま、撮ってるんで、まあ、ちょっとそんな感じでね、頭ちょんまげだったんで帽子かぶれないなと思って、久々に、まあ、この青帽子でもいいでしょうということで、やっております。はい。で、まあ、個人的なお話、としてはですね、まあ、そうだな。まあ、今日ちょっと夜間救急でね、ちょっと嫌なことがあったんで、それは次回の動画で、ちょっとお話をしたいなというふうに思います。まあ、これ個人的なお話っていうよりは、ね、まあ、夜間あるあるなのかな。普通の病院さんではもしかしたらあんまりないかもしれない。あり得ることであるんですけど、まあ、夜間ならでは、じゃあならではかな。私が夜間救急に診療時間を移してから、まあ、よく遭遇するっちゃよく遭遇するのかな。うん、そんな感じのお話なので、まあね、もう本当胃が痛いです。胃が痛くてね。今日の夜は胃が痛くてかなり辛かったですけどね。まあそんな感じのことをね、次回お話ししようかなというふうに思います。はい。まあこのチャンネルはですね、主にワンちゃんと猫さんの医療に関する情報を、お話しするチャンネルになっております。たまにね、突然ライブもやったりしますけどね。はい。で、もしよければですね、次回以降の動画もチェックしてもらえたらなというふうに思います。はい。それではまたね、次回の動画かライブでお会いしましょう。じゃあ、さよなら。バイバイ。